大自然の中に忽然と現れる都市、ロシアサハリン州の州都ユジノサハリンスクだ。人口はおよそ20万人、ほとんどが中古車だが、市内を走る車の9割は日本車だ。市内ではあちこちで新しいビルの建設が進められている。ソ連時代には一つしかなかったデパートが今では12に増えた。国内の同じ規模の都市と比べて例を見ない好景気だという。好景気を支えているのはサハリンの天然資源を開発している外国企業が落とすマネーだ。ユジノサハリンスクから車で1時間弱、島の南に巨大なプラントが建設されている。そうですね、でかいですね、やっぱり。そうあれはメインのね、はい、工業石油、機体が入ってきたものを、機体として採掘される天然ガスをこの装置でマイナス162度に冷却、タンカーで海上輸送できるように液体に変える。世界最大級のこのプラントで日本の輸入量の 18% に当たる年間960万トンを生産する計画だ。ロシア初めてですんでね、みんなびっくりして、これからまだガスいっぱい持ってますからね、ロシアはね。これから LNG の世界に入るんだと。違うんですね、この現場ってのは。工事を請け負ったのは千代田化工建設と東洋エンジニアリングの合弁企業だ。このプラントでは世界30カ国からやってきたプラント建設のプロたち、およそ6000人が働いている。建設現場の近くには6000人の作業員が暮らすキャンプと呼ばれる広大な簡易住宅施設がある。あ、もうそうか、生活。ここには作業員たちが快適に暮らすための施設も備えられている。どうぞ。はい、ロシアはお酒を飲むといろんなことが起こるんで、あれに2杯までしかダメなんですよ。あ、ビール？ビール。決まってるんですか？ビール2杯までしかダメなんですね。案内してくれた浜田さんは世界中のプラント建設の現場を渡り歩いてきたベテラン。サハリンにまだ1年ちょっとだが、暑さの厳しい中東の現場に比べると天国のようだという。あ、室内プールの匂いがする。施設には屋内プールもあった。真冬にはマイナス30度になる厳しい環境で作業員たちのストレスをためない工夫だという。福利厚生、まあ、なんていうかな、うるさいっていうか、こう気使う。朝張りエナジーが、あ、そうです。だからそういう意味ではすごく気使ってますね。採掘現場からプラントまでのパイプラインの建設も進む。これらすべてを合わせた総事業費はおよそ2兆3000億円。プロジェクトは2008年には稼働する予定だったが、ロシア政府に事業停止を迫られる中、事業の遅れなど深刻な影響が懸念されている。巨大プロジェクトを突如襲った事業停止命令。パイプラインの一部に環境破壊があると主張するロシアの天然資源省。今回の工事承認の取り消しを主導した。その中心人物がテレビ東京の取材に答えた。コンパニーが решили добывать нефть и газ, но ни в коем случае не убивать природу России. Будут пытаться давить на нас, пытаться решить вопросы нанесения ущерба природе административными методами. Я думаю, это уйти может много времени. これに対し日本から参加している企業からは反発の声も。サハリンエナジー社もですね、このサハリン2プロジェクトの遂行にあたっては環境問題にいろいろ配慮しつつ、万全の配慮をしつつですね、あの工事をしてきたと。今回の停止命令は環境問題だけなのか。ロシア事情に詳しい専門家はロシアの思惑をこう指摘する。サハリン2は実は他のプロジェクトと違って、これだけは外国の資本だけでこれは進んでおりましてね、ロシアの資本が参入していない。ロシア自身、このと言いますか、これに参与して利益を得たいというね、それが今回の基本的な動機で、環境問題はこれは取ってつけたような理由だと思います。今回の騒動の裏で進むロシア資本参入の攻防、
ロシア国営の天然ガス会社ガスプロムはサハリンエナジー社最大株主ロイヤルダッチシェルから権益権獲得を狙う。テレビ東京の取材に対しガスプロムの幹部は、речь идет о том, что Shell может получить в проекте освоения Неокомского залежа заполярного месторождения 50-1 акция, а мы в проекте Сахалин-2 25-1. А 利権さえ得られればロシアのは再開するということにはやぶさかではない。各国も対ロ投資にね、大変慎重にならざるを得なくなるでしょうし、結局ブーメランとしてね、私はロシアにこのどう言いますか、ツケがね回ってくることは私はもう間違いないと思ってるんですよ。